はい、カツムシです。えー、あのー、まずですね、あの、一つ言わせていただきたいんですけど、あのー、石川県で地震がありました。で、地震が起きた時、東京でも震度3ぐらいあったらしいんですけど、自分はどこにいたかっていうと、あの、強制参加の初詣に参加しつつ、あの、車、85歳の祖父が運転する車に乗り込むところで、なんか、反対側にいた車が、 もう高齢者で、なんかラジオを爆音で流してたんです。で、その爆音で流してたラジオが、なんか地震のことをめっちゃ言ってて、ファイブだったんですけどで、それで自分でスマホ見たら、あ、地震あったんだみたいな感じです。気づいたって感じなんですけど、まあ、被害とかは特に何もないんですけど、あのー、この間、豊富であの参加されてた方の中に、あの、新潟から来てる方がいらして、い,やいまして、 で、彼の家はちょっとこう、あの、崩壊したらし崩壊、崩壊してないわ。あの、家の中がめちゃくちゃになったらしいので、あの、ちょっと皆さん、あの、気をつけてください。あの、本当に、あの、震災で、ね、あれ、マジでだるいから。うん。あの、まあ、自分が経験した中で一番激しかったのは、中学1年生の時の,あの東日本大震災の、だったんですけど、まあ、まあ、なんかね、あの、その時金魚みたいなの飼ってたんですけど、まあ、金魚かメダカか忘れたけど、メダカかな なんか水槽の水がなくなったりとかねあの、まあそれ、あと自分の部屋当時から汚かったんですけど、それが崩壊したりとかは、まあ、まあ,あったんですけど、あのまあ、そんな激しいのは経験してないっていうか、うちの近くは非常に安全なので、あの東京・練馬、おすすめですね、あの災害とかに会いたくない方は、あの全く災害ないです。はいまあ、これ、池袋とか新宿にも言えることなんでしょうけど、海抜も30以上あって、非常に地盤が固いので。 まあおすすめということなんですけど、まあ、その話をちょっと置いときつつですねあの、視聴者の方でもあの、なんか被害とかあった方、本当、あのまあ、頑張ってくださいって感じで、あはいまあ、ちょっと頑張ってる方に頑張れっていうのはちょっとあれなんですけど、あの本当、大丈夫ですかっていうことはちょっと言いたいんで、あのまあ、自分ができることって言ったら、うーん、なんだろうな、何もないよな、うんまあ、正直それは何もないって言っときますわ。う あのどうにかして東京に出てこられても僕は何も手を差し伸べることはできないなぜかというと僕自身が居候のみながら何もできることはないですねお金もないしなんであの皆さんをこう,こうして励ますことぐらいしかいけないんですけど、まあ、それでねあの今回何の話かっていうとあの、まあ、結局明日のあのー、箱根駅伝はあの通常通りやる予定らしいんですよ。であのこのの件について思ったのがあの自分 私が応援する大学を発表したいなと思ってでその大学皆さんも応援してって感じなんですけど、えっと、どこ大を応援するかって言ったら東洋ですね。な、ま、ん、あ、でかっていうとあの東洋大学ってまあ知らなかった方もいるかもしれないですけど僕って東洋大出身なんですよ。で知らない方多いと思うんですけどあの東洋大の,、ね、あの文学部っていう、まあ、文学部ってっ知らない方もいるかもしれないですけど そこの豊志層っていうとこにいてあの、昔、あの、シルクロードとか、あの、シルク,シルクロードとか、あと、ね、あの、龍河文明とかね、あ,の、まあ、あと、インダス文明とか、いろいろこう、興味を持ってたわけなんです。で、ですね、あの、まあ、なんで、あの、今回は、ちょっと、どこを応援するかって言ったら、東洋を応援したいっていうので、で、ちょっと心配してるのがシードなんですよ。 あの坂井監督は非常に優秀でアベレージが高いのでレーティングが非常に高いです。であの、シードを絶対落とさないですね。で、中大とかと違って非常に安定していて、東海とかもそうなんですけど、安定してて、まあ、駒澤とかは結構もうパワーでご両親する感じだと思うんですけど、トヨは、まあ、あんまりそのめちゃくちゃ早いっていう感じじゃないんですけど、その絶対シード落とさないっていう感じでやってるので。 あのまあ、結構な何十年もシードで出てたんですけどちょっと昨年ですね、まあ、10位ということで結構ギリギリだったんですよで非常にまずいですよねあのニューイヤー駅伝で服部兄弟の優くんが活躍してたんで、ね、ちょっと上が相当早かったってのもあると思うんですけどあの今年はちょっと非常にまずいということであのどうにかしてくれと思うんですけどシード落ちも正直考えることで可能ですよね で、まあ、個人的にはやっぱ入賞とかしてほしいんですけど、まあ、ちょっと厳しいかなという感じはあります。で、なんかあの、まあ、僕にね、ちょっと言いたいのは、もうあの、などうに、どうもっとは、早いっていうかなんか、もう、外人とか連れてこれないのかなって本当思うんですけど、なんかそれってでも、素人目線の話ですよね。なんか、ヴィンセントみたいな、みんなヴィンセントみたいな走り方するわけじゃないじゃないですか。 だかからなんか日本人だけでやるのが早いんだったら駒澤もそうですけどなんかあの日本人だけでやった方がいいんだろうけどなんか素人目で見たらなんか,なんか山梨学院みたくなんか黒人をいっぱい入れた方が早くなんじゃないのとか思うんですけどなんかそういうわけでもないみたいなんですよね。であの早稲田とかと違ってその東洋っていうのはそのスポ水が緩いはずだからか早い選手は連れてこれると思うんですけどなかなかあれななのかなスカウトしても来てくれないのかなとか思うんですけどね。なんかもっと すげえなんか東海が一時期スター集団だったみたいなんかもっとすげえ速い選手をバーって固めることできるのかなと思うんだけどもなんかねあの人気ないのかなと思うんですけどちょっとでもあれですよねなんかでもそれでも結構やっぱタイム遅いわけではないんでしょうけどでもなんかこうあの柏原で優勝した時からどん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 こう下がってって10位ついに10位まで下がってるんですけどどうにかならねえかなって思うんですよねでまああの本当に 僕応援していきたいんですけど、あの本当、今年はちょっとまずいというか、あの本当にシード落ちるんじゃないかっていう気がするんで、ちょっと頑張ってほしいですね。あでも女子の方はなんかあの、結構安定してるっていうか、もう女子もそうなんだけど、まあ、女子もあの出場はできてるんだよね、あの富士山駅伝の、うん。だけど、まあなんか、上の方はやっぱ名城とか立命がちょっと早すぎるっていうか、西の学校が早いのと、まあ、関東にもっと早い学校があるみたいな、大都文化とか。 大東文化も男子はちょっと不審ですよね。うん、でほあの、だから、こうな、なんかね、こう、なんか、派手な感じでこう言ってほしいっていうかなんか、なんか、青学、青学みたいな感じでこうテレビにずっと映ることで、あの、2月から入試が、1月の末から入試が始まると思うんで、一般入試が、センター試験と一般入試が。あそこにこう、ちょっとあの、パワー出してもらって、あの、人気以降になることで、ちょっと偏差値を上げてほしいな、っていうことを思いましたね。 僕が入学した時よりも2018年ぐらいがだいぶその上がってなんかお得な気分になりましたからなんか僕が入った時はなんか2科目受験も昼間部でも2科目受験あってしかもなんか偏差値50ぐらいしかなかったのがなんか一番ピークだったその次第がそのあの中央人数制限されてた18年頃にピーク迎えて60近くまで。 全体的に上がったので、なんか僕がいたところも55ぐらいまで上がって、47.5だったんですけど、2科目で。3科目で55ぐらいまで上がって、ピーク,ピークの時は。いや、これはお得だなって思ったんで、ちょっと本当箱根ってすごい1 0年チャンスだし、今ちょっと日大がおコンだから、ちょっと頑張ってほしいんですけど、だからちょっとなるべくちょっとほんとテレビ映ってくんねっていうか、本当に。テレビちょっと映ってほしいですよね、いっぱい。 あと単純に、あのー、結構あの、好きなんでね、うん。自分は大学って言ったら、国学院とか、東洋みたいな学校は結構好きで、国士館とか、まあ、右翼大学ですよね。うん、まあ、日大も、国学院ともと同じなんですけど、結構そういう学校の方が僕は好きっていうか、なんか泥臭い感じが、だから、早稲田とかの方があれですよね。だから、感じが好きで、で、バンカラな感じが好きですね。で、 だあのなんか青学とかさなんか立教とかなんかあのチンポにさなんか自信がありそうなチームはちょっと本当にあんま好きになれないっていうかなんか憎たらしいんですよね。<laughs> 本当になんか英語の配点高そうな学校はちょっと本当にまあなんかそうですよねなんかまあ東都大学で同じの中大とかもそうなんか英語の配点高いんですけど実際。うん そういう学校はちょっとなんかお高く止まってるっていうかなんかムカつきますよね。<laughs> もう社会に何か社会にがっつり100点とか200点貸してくれる学校はほんと好きでいやもうなんか英語重視みたいな学校本んとにか自分的にはちょっと納得できないっていうかなんかそういうがモテそうなんですよそういう学校の方が上司とかね、うん。だから自分が好きなのは早稲田明治早稲田明治東洋国学院国士官。 国士館とかは、あの辺ですよね。うん。だからね、あの、な、なんだろうね、本当頑張ってほしいと思いますよね。なんか、モテなそうな格好、本当頑張ってほしいな。駒沢も結構好きで、で、あの、現役時代も受験でも受けたんですけど、本当なんかも、仏教系の、モテなそうだから、本当あの、なんか、モテてほしいっていうか、ほんと。あと、青学とかマジでさ、なんか、チン、チンポ乾き暇がなさそうな雰囲気な。これ本当偏見なんだけど。<laughs> 慶応は出てないですけど、なんか、立教、青学、あとなんだろう、上智。うん。法制とかはなんか、どっちかといったらまた特殊なイメージで、なんか、あの学校は、あの、社会の配点が実は結構高くて、なんかそういう僕があんまき <laughs> 好きじゃない、そのなんか、お高く泊まってる外国カメラみたいな感じで、実はなくて、あの、左翼大学なんですけど、あの、実は国語とで社会の配点がかなり高い学校で、 全額日程だと国語として英語だけなんですけどねあの。あと数学も選べますけどね。方、う、正、ん、はまたちょっと違くて、ね。だから本当はでもあの東京国際とか山梨学院とか、ね、あの辺とか上部とかねあの辺もあんま好きじゃないんですよね本当に。だ自分が好きなのはもうなんかそういう路線ですよ早稲田明治東洋東洋国学院国士課の LINE で。 まあ、その辺が好きかな。なんか硬い感じあと、駒沢とかにだから本当だから、なんかお高く泊まってる計画なんか、ごっそりも女もさ、金も名誉も賃を全部持っていくの本当に納得できないっていうか、本当に。あの、だから本当頑張ってほしいと思うんで、あの、ちょっとあの、坂井監督ね、本当頼みますし、あの、なんかさ、ハットリー出せよ、もう。<laughs> マジで。<laughs> もう、柏原もうちょっといいからさ、本当、ハットリー出してくれよ、まだ現役なんだからもう一回大学に入学させろ、マジで。もうって思いましたね。はい。 皆さんもね、箱根駅伝、ね、自分の好きなチームね、応援してくださいね。はい。まあ、ほんと偏見だらけのね、ちょっとことなんですけどね、さっきから言ってるのは。そう。東国とか、あの辺がほんと嫌いなのは、なんか、金で選手引っ張ってきそうなとこはほんとあんま好きじゃなくて。でもな、でも東洋も黒人使ってほしいなと思うんですけど、なんか逆張りして白人使ってもいいんじゃないか。うん。で、青学がなんとなく気に食わないっていうのはほんと、あの、単純に嫉妬ですよね。うん。 そのことなんか、駒沢とか全員丸刈りでいいんじゃないかって、ほんその方が逆に好きだけどね。うん。まあ、というわけでね、今回は本当くだらない話なんですけど、あの、皆さんね、本当あの、石川県のね、地震、あれ、ちょっと箱根中止はやめてくれ。箱根中止はさ、ちょっとやめてって思うんですけど、あの、本当皆さんね、あの、あ明日,日、あの、昼ね、見てください、ぜひ。 あの一応やるって感じになってるらしいんでね本当安心してもらえればと思うんですけどまあでもなんだろうなそのうーんなんかいやちょっとねさっき余震っていうかなんか震度7もう一回あってやっぱ違いましたっていうのがあってあの時はちょっとあのなんか月曜日が夜更かしにもう何かぶち切りになってその後とまたその震度7っていうのが嘘だってな嘘っていうかなんかご誤報だったからあのなんか復活したんですけど。 あ,のあれはちょっとね、きついかなと思いましたね。なんか3回ぐらい震度7、石川で起きたら、ちょっとさすがに箱根駅伝打ち切りがありえるんじゃないかその、明日の天皇の一般さんは中心になったので、箱根にも影響出てくるんじゃないかと思ったんで、ちょっとあ、ね、終わったなと思ったんですけどね、ちょっとぜひ箱根は放送してですね、あの、石川県で、あの、被災されてる方も、あの、避難所で見れるように、あの、していた,いただきたいなって思いましたね。はい。 じゃあ、あのね、終わりますけど、あの、皆さんもぜひ箱根駅で見てください。箱根ね、いや、結構ね、いや、楽しいっすよ。うん、でも逆にニューイヤーはそんな俺見てて楽しくない、ほんと。